はい、こんにちは。こんにちは。今日はロースコアゲームで1ゲーム勝負したいと思います。ロースコア、ロースコアゲームです。ボーリングは普通ね、高い点数を競うんですけど、今日は低い点数で競います。なるほど。低い方が勝ちです。ガーターだったら、ガーターだったら1投目ガーターは、そうです、だから1本でないんですけど、ガーターになっちゃったらストライクします。なるほど。2投目でガーターとかノータッチ、ノータッチベロ本だったらスペアにします。じゃあ最大の1フレームの最高得点は2点。なるほど。で20点が一番低い点数。じゃあパーフェクトゲームは22点だ。20点。よし。さっきの俺と一緒。
チェアになりますよ。皆さんよく見ておいてください。チーン、やば、はい、目標クリア、目標クリア。今もう最強の最弱メンタルです。メンタル死んでます。豆腐メンタルです。うまくいった。同じことやりました。チーン。ペア。もうね、勝ちも決まった。になってスペアですね。何？倒したがり屋、欲しがり屋さんですか？じゃあ俺も3番目。優勢するの早いと思ったら、次に自分でスペア。3番目は1本だけ倒しますよ。セブンピンは上手ですね。セブンピンの神様なんで、もっと。次、どこ？ああ。あとだったらね、大事だな。すごい。ほらほら、成功。両手あげる。何回スペア出ました？ 1、2、3、4、5回。はい、91.0。はい、私の勝ち。よかった、4ピン差でした。惜しくない。1個スペアがなければ。そうね、そうね。なかなかないと思うよ。
1スペ、1スペ後半良かったんだけど頑張ります。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、さよなら。